死んだ人たちの集会ノルウェーの昔話昔あるところにとても信心深い奥さんがいました毎日教会へ行って「どうか幸せに暮らせますように」とお祈りをしていました ある日のこと明日は朝早くから教会でお祈りの会があるというので奥さんは夕ごはんが済むとすぐにベッドに入りました夜中にふと目を覚ますと窓から月の光がさし込んでいました時計を見ると12時半のところで針が止まっています 本当の時間は何時頃かしら。奥さんは心配になって窓を開けて教会の方を見てみました。すると教会の窓には赤かと明かりがついています。いけない、もう朝のお祈りが始まっているんだわ。 急いで服を着替えるとマントを羽織りお祈りの本を持って教会へ急ぎましたでも不思議なことに朝だというのに外は真っ暗で街はひっそりとしたままです誰一人教会へ行く人がいません「変ねえ」 なんだかおかしいわねそれでも教会へ行ってみるとお堂の中には大勢の人が集まっていました奥さんは慌てて自分の席へ腰を下ろしましたところがどうも様子がおかしいのですまだお祈りが始まっていないのに 誰一人口を聞きません。それに周りにいる人たちはみんな真っ青な顔色でまるで死んだ人のようですほとんど知らない人たちばかりで見覚えのある顔もどこであったか思い出せませんやがて牧師さんがやってきましたが 牧師さんも見たことのない人で気味が悪くなるほど青白い顔をしていました牧師さんがお説教を始めましたお堂の中は相変わらず静まり返りせき払いをする人もありませんいつもならもっと騒がしいのに。 どうしたのかしら奥さんはなんだか不安になってきましたやがてお祈りの歌が始まって式が終わりに近づいた頃奥さんの近くにいた女の人が耳元でささやくように言いました「式の終わらないうちに早くここを出なさい」。 ぐずぐずしていたら殺されてしまいますこれは死んだ人たちの集まりですびっくりして女の人の顔を見るとずっと前に亡くなった近所の人だと気がつきました奥さんは急に体が震えてきましたさあ早くマントを着ていくのを忘れないで。 女の人に言われて奥さんはマントを羽織るとお堂の中からこっそり抜け出そうとしましたそのことに気がついているのかみんな歌を歌いながら怖い顔で奥さんをにらみつけます歌が終わればすぐに襲いかかってくるに違いありません ようやく出口までたどり着いたとき、歌が終わりました。すると、死んだ人たちが一斉に奥さんを取りかこみ、マントをつかみました。もうだめそれでも夢中でマントを脱ぎ捨てて外へ飛び出しました。そしてあとも見ないで必死にかけました。やっ。 家にたどりつき教会のほうを振り返ってみたら教会の明かりはすでに消えていました奥さんはほっとして時計を見ましたすると止まっていたはずの時計の針がちょうど一時をさしていました奥さんはもう 恐ろしくて朝になっても教会へは行きませんでした町の人たちが教会へ来てみると不思議なことにズタズタに引き裂かれた奥さんのマントが落ちていたということですおしまい